荒川区にある産婦人科医院が今月8日に突然閉院し、妊婦らから定員などについて、区役所に100件以上の相談が寄せられる事態となっています患者へ詳細の知らせがないまま突然閉院したこちらの産婦人科医院の入り口には、閉院を知らせる紙が1枚だけ貼られていて、電気は消えたままとなっています。荒川区の加藤産婦人科医院は 今月8日資金繰りの悪化と院長の体調不良を理由に突然閉院しました今日午前院に明かりはついておらずインターフォンの呼びかけにも応答はありませんでした病院のホームページには謝罪の文章や患者専用の問い合わせ窓口とともに分娩の予約を入れていた患者には順次 別の医療機関への紹介状を送ることが記されています。事前の閉院の知らせは一部の患者にとどまり、通院していた患者の大半にとって突然の閉院だったということです。この医院で出産したという人は急だったからちょっとびっくりしてしまったんですけど、なんかも失礼だなとかちょっと思っちゃって紹介状とかちゃんと書いて。 て全てちょっと滞りなく終わって、閉院とかされるので、全然いいと思うかなと思ったんですけど、この辺りに住む方はこちらで産む、そうです、大体ここなので、2人目、みんなここにしようかなと思ってたので、もう別の所になるじゃないですか、次産むってしたら、そのときに、もし1人目の情報とかを教えてほしいとか言われたら、教えることができないから、なっっちゃって閉院から1週間、区も対応に追われています。 本当に突然のことでして連日まだ今日もあの問い合わせは起きてますね。荒川区の健康推進課や子育て支援課には出産を間近に控えた妊婦らから定員や検診などについてこれまで100件以上の相談が寄せられているということです。 不安やお悩みに感じている方もいらっしゃると思いますので、あの引き続きあの医療機関の方にできる限りの対応をお願いしながらです、ね、あの医師会、医療機関と連携しながら、あの寄り添った対応・相談支援を行っていきたいと考えております荒川区は患者に対し、別の産婦人科を紹介するほか、定員先での再検査にかかる費用の一部助成も検討しています。 地域に必要なな産婦人科院ががが突然変院すす。る事態となり、影響が広がっています対応している荒川区では受診先などについて不安を感じる妊産婦に他の産婦人科を紹介することや産後の授乳や目浴といったケアについての相談などをご覧の番号で受け付けています。